おはようございます、母ちゃん。そのピューニックになった母ちゃん。ハッピーモーニング、皆さん。今、綺麗ね。おお、今、いい感じ。もうだいぶ。秋はすごいよね。そうそう、いい感じになってきたよ。仕事でもワクワクする。そんな中、まあ、毎日頑張っておりますが、昨日もね、いろいろ母ちゃんの応援コメントいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。とってもハッピーです。みんな母ちゃんの料理が見たいと、んみんな母ちゃんの料理が見たいって、今度母ちゃんの弁当でやろうよ。弁当でね、今度。よーし、リクエストはOK です。ほんまかいな。母ちゃんの弁当いたらちょっと足トラウマがあるんだけど、まあそれはまあちょっと後で話すとして、そんな今日は2020年10月21日でございます。それでは今日も張り切ってハッピーチンゲンサイ。はい、ということでね、育苗ハウスへ来ておりますが、昨日もね、母ちゃんが定食中に最初は空調服着るぐらいね、ハウスの中暑かったんですが、温度見てみますと最高気温が34度、最低気温が9度、8度5分ぐらい、はい、それぐらい、まあ今日も天気いいわけですが、まあ今日はピクニックというわけにはいかないんですが、まあちょっと季節がいい感じなんでね、もうちょっと、山がね色づいてきたら、その景色を見ながらね、また昼ご飯なんかは外で食べてもいいかもしれませんが、オープニングでもちょっと言いましたようにね、母ちゃんの弁当、まあちょっとまあ昔の話なんですけどね、母ちゃんの弁当にはちょっとトラウマがありましてね、これもねだいぶ前の過去の動画でね、母ちゃんの滑らない話パート2かな、かなんかでちょっと喋っとるネタでも、まあ実話なんですけどね、だと思うんですけども、何遍も話したら母ちゃんに怒られるかな。まあいいか。その僕がですね、まだ、まあサラリーマン辞めて帰ってきて、まあ農業は農業で始めたんですけども、まだ自分でハウスを建てて経営する前にですね、近くの農業法人に、まあアルバイトという形でね、3年ほど行っとったわけですけども、その時に冬はねちょっとまあそこの農業法人のアルバイトをせずに、冬は冬で、スキー場にね、ここからまあ結構あるんですけども、広島県民の森スキー場というところにね、朝早く起きて、そうですね、車で1時間2時間弱ですかねぐらいかけて通ってたわけですよ。で僕がその朝早く出るんでね、5時頃出てましたからね、そのスキー場に行く途中にコンビニでまあパンを買って行ったりですね、でまあスキー場なんで売店もあったりするんで、お昼はそっちで食べたりとしてたんですけども、ちょっと経ってから母ちゃんがですね、ある日まあ買い物から帰ってきたら弁当箱を買ってきたとね、3段ぐらいになっとる保温が効くやつですよね。父ちゃん寒いとこでね、スキー場の雪の中で寒いとこで仕事しょるんだけ、あったかいものをお昼食べなさいいうことでね、この保温が効くやつの弁当箱を買ってきたから、明日から私が作るよということでですね、でもお前朝早いで、わし5時に出るんじゃけって言ったら、大丈夫、早く起きて作るからということで、だいぶ僕よりだいぶ早く起きてね、作ってくれるようになったんですが、でその初日です、
ね、弁当の初日、父ちゃん作ったからね、お昼あったかいの食べて頑張ってきてね言ってありがとうって弁当をもらってね、仕事行くわけですよ。で寒い中仕事して、お昼にね、なりましたと。よし弁当タイムじゃね、楽しみですよね。初めての母ちゃんが作ってくれた弁当、しかもこう三段重ねのこうね保温が効くやつですよ。あのね、いいやつ。それ開けて、まず開けて1段目、あら軽いなと、まあ、大体おかずが入るんですかね、一番上はで軽いな、あれと思って振ったらカサカサカサって言うんで、うんと思って開けたら、あの味噌汁のね、あのインスタントのパウダーだったか、あのペーストだったか、まあ味噌汁のあのインスタントのやつが入っとったわけですよ。お湯入れて飲みなさいということで、あ、なるほどね、味噌汁、汁物もちゃんと考えてくれとるんじゃなということで、あ、じゃあ後でこれお湯入れてと、味噌汁それ取り出して、で2段目、うん、ご飯が入っとるとね、ぐっしりご飯がぎゅうぎゅうに詰めてありました。おい、これはもういっぱい食えるぞと。そで最後でさ、さーって最後ね、ご飯、あのおかず、おかず、おかずね、なんかな、卵焼きとかね、いろいろ、まあ何が入っとるんかなと思って、初めてのお弁当ですからね、期待しておかずを取り、おかずの一番下の底のやつを取り出してね、開けてみたらですね、なんと豚汁ですよ。豚汁、汁&汁ですよ。どうですかこれあります、こんなことね。でそのまあ確かにね、母ちゃん的にはですよ、その日本で初めて覚えた料理が豚汁だったわけですよ。で豚汁ってまあ具が多いじゃないですか、豚肉入って、大根とか人参、じゃがいもも入っとったかな、あのこんにゃくとかね、具が多いんで、母ちゃん的には十分おかずになるじゃろうと。でフィリピンにはね、お弁当という文化があまりないんだと思うんですね、あの暑い国なんで。で母ちゃん的には何も問題ないというふうに踏んで、まあそういうふうに、その間違えたんじゃなくて、あのそういうふうに入れとったわけですよ。でまあ僕として見たらね、汁ライス汁ですからね、これどうせ中年いうことで、まあ当時どうして食べたかな、まあまあ結局それで食べたと思いますけどね、まあでも帰って、まあ、腹が立つというより大笑いですよね。帰っても、母ちゃんこれ汁&汁でと母ちゃん的にはなんでダメなんいう感じでしたけどね、最初は。でも今はもう分かったみたいで、今はね、一緒になってその話をするたびに一緒になって笑ってますけども、ということでね、ヒューポン言うて滑らんなあいうマークが出るところですが、あ、そんな感じでね、母ちゃんの弁当にはそういったちょっとしたトラウマがあるんですけども、まあ今はねもう全然大丈夫なんで、きっと美味しい弁当作ってくれると思いますけどね。で母ちゃんの料理といえばね、そうそう、先日ビニールハウスのね、転送をわざわざ岡山県のね遠いとこから取りに来ていただいた水島さんから、その時にいろいろ野菜のお土産いただきましてね、でマコモダケとかちょっと変わったものをいただいたりなんかして、それやらインゲン豆、あとその次の日にもね、原田農園の原田さんがひょこっと寄ってくれて、いろいろブロッコリーとか白菜とかね、ピーマンとかいろいろもらったのも、なんやかんやその野菜を使った料理をね、作った時の動画があるんで、確かあれでフィリピンの料理作っとったな、あの時ね、フィリピンのメニューで、名前がちょっとどういうのかわからんのですけどね、そのまあいろいろ野菜をもらうたびにね、母ちゃんが美味しく料理してくれるんですけども、その時の動画を一応撮ってあるんでね、まあちょっとご覧いただきましょう。母ちゃん天ぷらしてよ。ちょっと天ぷら揚げたて、マコモダケ
塩をねちょっとつけて、ちょん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 、いただきます。あいつうまっ、うまっ、何これ、やこっ、なんだろうこれ、芋でもないしごぼうでもないし、タケノコほどの繊維感はないしけど、コリコリ、このコリコリ感と、はあ、美味しいですねこれ。確かにまあ今天ぷら食べましたけど、水島さんが味噌汁でもいいし、豚肉と炒めてもいいっていうのがなんかイメージできました。うん、多分合いますね。あー、ちょっとボイルして酢味噌で、ウドのような、ウドでも味はちょっとウドではないやな。うん、まあでも美味しい、これめちゃめちゃうまいです。高級食材じゃないかなこれ、もしかしてね。いやー美味しい、ちょっとこれ止まりそうにない感じです。はい、続けていただきます。はい、これが母ちゃんのフィリピン料理でした。で、水島さんにもらったインゲン、ナスビ、そして原田さんにもらったピーマンが入っております。あとは近所にもらったね、かぼちゃ、それをね、ココナッツミルクと調味料その他もろもろで、煮込んでね、オリエンタルな味になっております。アジアンチックのね。で、原田さんにもらったブロッコリー茹でてね、アンチョビドレッシングで、でこの米は、ご飯は水島さんにもらった新米です。美味しかったですね。やっぱり新米、今年はうちのね新米ちょろっとしか食べてないんで、美味しかったです。ありがとうございました。皆さんにいただいた野菜でね、母ちゃんがいろいろ作ってくれました。はい、そしてこれはね、チンゲン菜の株元とブロッコリーをボイルしたもの。ブロッコリーはね、原田さんにもらったやつです。はい、そしてこのドレッシングはですね、いつもお世話になっております三好のね、三好市にあるコニリアというカフェの、カフェレストランですかね、パスタが美味しいところの、アンチョビドレッシングです。このドレッシングは最高にうまいんですよね。はい、そんな感じで、まあ僕も料理好きでするのはするんですけどもね、なかなかまあ忙しいんでね、あと片付けるのが僕苦手で、気が向いた時しか僕は作らないんですけども、まあ母ちゃんはね毎日のことなんで、いろいろまあ国のね味覚の違いですとか、いろいろまあ好みの違いとかあったりしてね、難しい中、最初はねなんか日本料理のを英語で書いてある日本料理の本でね、それを読みながらいろいろ覚えたみたいです。はい、といった感じでね、母ちゃんの料理は最高ですというところで、今日はこの辺で終わりにしときましょう。それでは皆さん、また明日、ハッピーチゲサイ。今日の晩飯なんかな。